ブランクルームスープ、真相ウェブで見つかったとされる動画、泣きながらスープを食べている男性を、レイレイテレビという番組のマスコットキャラクターの着ぐるみが慰めているという動画、スープの中身は泣いている男の妻や母の肉、処刑前の最後の食事を取らされているなどの噂がある。動画にはもう一つのパターンがあり、スープを食べている男性をレイレイテレビの着ぐるみみ体い画面端で眺めているというものだが。 動画の終盤に一体が急に男性に近づいてきて、蹴りを入れる瞬間に動画が終わる。危険度2